はい、こんにちは。パーカッションの高見です。突然ですが、質問です。皆さんは楽器を演奏するときに、アクセントの音と、そうではない、ノンアクセントの音、どれぐらいの差をつけて演奏しているでしょうかはい。アクセントとノンアクセントの差ですね。まあ、何倍とか、何分の1といった比率でも構いませんので、ぜひ考えてみてください。はい。で、太鼓であれば、ハンドパーカッションでも構いませんし、ドラムセットでも構いませんし、コンサートパーカッション、 ティンパニとか、あるいはマーチングすんねやとか、でも構いませんので、ぜひみんながそれぞれやっている楽器で考えてみてください。はい。で、できたらコメント欄で、自分はアクセントこれぐらいの割合で叩いているよとかね、えー、書いていただけると嬉しいです。はい。で、先に言ってしまうと、今回のこの話に特にオチはございません。はい。こういう結論がありますとかね、そういう話ではなく、まあ、こういうふうなことを考えたら面白いんじゃないっていうね、ところですね。こういうふうなことを考えることによって、より良い 演奏だったたりよりよ良い音楽を作るためのヒントになるんじゃなないかなと思っておりまで、はいまあ、そもそも楽器によってね発音形態が違いますし演奏の難易度っていうのも違いますから、まあ、どれぐらいのアクセントをつけるかっていうのは、まあ、やる音楽ジャンルによっても当然違うと、えー、そのアクセントの存在意義っていうかね存在価値っていうのは違いますからこれ正解がない話だと思うんですよ、はい、だからみんなそれぞれ自分なりの正解を持って 普段演奏に望んでいると思うんですね。あれ、そんなことを考えたこともないと。気にしたこともないという方ももしかしたらいるかもしれない。はい。それを今回ちょっとね、深掘りして考えていただけたらいいなと思っております。はい。はい。じゃあみんな考えましたでしょうか自分どれぐらいのアクセントをつけてるなーっていうのを、なんとなくこう、心で思っていただいて、じゃあお前どうなんだよと。高文どうなんだよっていう話なんですけども、まあ、参考までに僕はどうしてるかっていうのをね、お伝えしたいと思います。はい。 僕が一番最初に、まあ、高校生の時に、パーカッションを始めた時に、打楽器の先生に教わったのはですね、まず、ノンアクセントの音。これに対して、大体2倍ぐらい、こう、振り幅を持つストロークして、大体こう2倍ぐらいになるように演奏しなさいと、教わりましたね。はい。まあ、それが高校生ぐらいの時でございます。はい。で、それから、ま、やかんや あっていろいろ経験していろんな音楽ジャンルを演奏した上で今僕はどうしてるかっていうと大体ねこのノンアクセントに対してアクセントはね5倍ぐらいで叩いてますねはい、まあ、単純にこれって音量だけの話ではないと思うんだけれども、えー、音の存在感っていう感じですねこののアクセントの存在感が ノンアクセントに対して5倍ぐらいの存在感になるように普段叩いてるかなと思います、はい。これが普段のそのなんだろうパターンとかリズムパターン伴奏なんかを演奏する時がこれぐらいの感覚で、えー、ソロとかねなんかフィールインでこうちょっとおって目立たせたい時は、まあ、もっと叩く、まあ、大体10倍ぐらいのレンジにしてるかなという。 ところです僕の場合ははいでこのアクセントとノンアクセントの差って相当意識してないとつかないと思いますし聴いてる人にね伝わんないと思うんですよね特に今あんまり生演奏を聴く機会がないじゃないですかこういうふうにまあ動画でね、えー、演奏を見たりなんかライブの映像とか、えー、ミュージックビデオとかね聞いたりすると思うんだけれどもそういう音楽ってあんまりこの 音の音量の差とかその音の存在感の差、えー、ダイナミクスレンジって感じにくいはずなんですよねはいたいこう音量が調整されちゃったりこうあんまり大きすぎる音はね、えー、小さく調整されちゃったりしておりますからなかなかねこう普段スマホで聞くとか PC で聞くといった時にこのダイナミクスの差を感じにくいのではないかと思いますはいでこれっていうのはやっぱり生演奏をする、えー、演奏家プレイヤーはすっ 意識しなきゃいいけないんじゃなないかなってで,なんでそんなことを思い始めたかっていうと、やっぱりね、スティーブ・ガットなんですね。あの、先日紹介しましたけど、まあ、ガッディメンツってね、スティーブ・ガッドの教則本が出まして、まあ、これ今僕すげえやってるんですけど、えー、これでね、まあ、ガッドの演奏を久しぶりにたくさん見てるわけなんですけれども、やっぱりスティーブ・ガッドの、あのー、その存在感っていうか、説得力の強さ、 っていうのののはこのダイナミックスのレンジアクセントのこの振り切る感じにあるんじゃないかなっていうのがまた再確認再認識しているところでございましてちょっとねあの僕がうだうだ言うよりも見ていただいた方が分かりやすいので、えー、最近たまたま見つけたね、えー、2019年にやっているスティーブ・ガッドのライブの映像でソロの映像なんですけれども、まあ、どれぐらいのそのね レンジの広さでやっているのかっていうのをちょっと気にしながら見ていただければと思います はいいかかがでしたでししたょうか、まあ、言うてもですねスティーブ・ガットイムももうと年70を超えておりますのでやっぱ現役バリバリでイケイケで叩いてた頃とはまた違ったプレイだと思いますしこれスマホで撮ってますからねスマホで撮った映像ってそのあんまり大きすぎる音って勝手にちっちゃくなっちゃうじゃないですか、まあ、そういう機能がついてるんですね勝手にこう音を圧縮する機能がスマホのマイクにはついておりますのであまりこのね映像とか音を聞いただけではそんなにそのレンジの差っていうのは感じられなかった かかもももしししれれなないいんんだだけけけどもこううう絵を見たたででむちゃくちゃゃくつけようとててるなっていうのは感じませんでしたか、まあ、僕はめちゃくちゃ感じたんですけれどもえ小さいまあ振り幅で言うとこれぐらいから始めてまあ最終的にこうダーンってこういく時にもうこれぐらい振ってるっていうところですね単にこう一発だけやるだけではなくてもう流れの中でこのレンジをコントロールしてるっていうのがあー <laughs> やっぱりガッドだとゴッドだと 思ったわけですね。これ、スティーブ・ガット、非常によくやるじゃないですか。やるんですよ。あえてね、この、ソロが始まった時とか、途中で、ツってこう、いきなり落とす。で、こう、周りがね、おっ、どうしたどうしたって、こう、気になったところで、うわーってこう、振り切るっていうのを、まあ、よくやるんですけども、あ、ガットだな、と <laughs> いうところなんですよ。で、改めて、まあ、これを見て何を感じたかというと、 これって相当意識してないとできなくないですかって思ったんですね。いかがですかそう思いません例えば自分がこう演奏するときに、あ、これぐらいの音の存在感出したいな、これぐらいの、まあ、ダイナミクスとか音の音量差をつけたいなみたいに思ってやってることって多分聞いてる人には自分が思ってるほど伝わらないと思うんですよ。はい。 壊れるほど愛しても3分の1も伝わらないいっていうねもう名詞がありますけれども多分ね3分の1も伝わらないんですよね聞いてる人にはやってる感覚値としてでこのガットを見た時に <laughs> 見てる側が聞いてる側がうわーってこう感じたってことは多分その3倍ぐらいは意識してるっていうか考えてやってるんじゃないかなと思ったんですよねはいだから <laughs> 何が言いたいかというとですねまあ例えばね ガッティメンツって教則本出しましたと。よし、これ練習するぞーってね。あ、基礎練かってね。まあ、このふずらをまあ練習したとしても、何も考えずにね、やったとしても、これ一生かかってもスティーブ・ガットになれないな。スティーブ・ガットの域に達しないなと思ったわけですね。さっきみたいなそのダイナミクスのね、ことを考えてやらないと。はい。だから、例えば、うん。 一番最初にそのウォームアップっていうのありますけれどもあウォームアップかとスティックコントロールでえっとまあこう丁寧にねえやるのはこれはこれでいいんだけれども実際そのね音楽の中でどうこう説得力を持たせるかとかダイナミックスを持たせるかっていうのを考えた時にやっぱ普段の練習からもうこう自分のマックス えー、ピークをどれぐらいに定めるかっていうことを考えて練習しないと、まあ実際の演奏で表現できないはずなんですね。だから今のウォームアップだったら、例えばアクセントのところを、まあ毎回頭にアクセントが来てるわけなんだが、<laughs> 曲振りしてしまうと。ちょっと音量注意です。強く叩きます。まあ言ってしまえば、これぐらい 普段からやる必要あるんじゃないかなと思ったんですよはいまあ今更かよっていう話ではあるんだけれども改めてね身につまされたというか、えー、ああやっぱそうだよなってこう僕的には思ったんですね <laughs> なのでふ、まあ、普段の練習からこうなるべくこうね自分のレンジを広くしていく拡張していくような練習をしないといけないなと思ったという話でした だ特に最近はライブを見る機会もすごい少ないと思うんですよ。生音を聞く機会というかね、浴びる機会も。で、仮にまあライブに行ったとしても、大体いいそれってライブハウスとかコンサートホールとかでマイクを通して PA されてる、要はスピーカーから出てる音を聞いてる場合がほとんどじゃないかなと思うんですね。で、その場合結構ダイナミクスレンジって限られてるのかなって思ったりしてます。 まあ僕実際に演奏する立場でもあるし、聞きに行くこともね、当然ありますけれども、やっぱ PA された音って結構ね、レンジ限られてるなって思うんですよ。で、このレンジが広い音楽、どういうものがあるかなと思った時に、やっぱりね、パッと思いつくのはオーケストラなんですね。生音のオーケストラ、ホールでやってる。はい。やっぱオ、OK、ケの超ピアニッシモン、超ちっちゃいところから超大きいところまで、フォルティッシモンまで行く、このレンジってね、むちゃくちゃありますよね。聞いたことある方なら。 わかると思うんだけど。ま、よくあるのはね、こう。超ちっちゃいところから始まって、最終的にこう。みたいな <laughs>。もう圧倒的なね、このダイナミクスレンジで持っていくみたいなことがありますけども、これはもう感動せざるを得ないなっていうか、ある種ダイナミクスの暴力だと思うんだけれども、 感動するしかないじゃんみたいなね。最初でわーってこう持っていかれるとね。はい。ということで、えーまあ、このね、一連のパンデミックが終わりましたら僕は、えー、コンサートホールにオーケストラ聴きに行こうと思いましたという死亡フラグでございます。はい。はい。というわけで以上でございます。今回の話はね、最初に言った通り特にオチはございませんので、みんなそれぞれ考えていただいて、みんなそれぞれ演奏に落とし込んでいただければいいかなと思っております。はい。まあ僕自身は、やっぱりね、今結構ダイナミックスレンジを感じにくい えー、環境というかなかなかねまあこの普段の僕の動画を演奏する時、えー、作る時でもこれやっぱりマイクのねピークを振っちゃうからそんなに大きい音出せないんですよから結構ね絞って演奏してるだいたい楽器にミュートしてますしそんなにあのー、振り切るまで演奏することってないんだけれどもやっぱその感覚を忘れてしまうとこうどんどんこうこじんまりとした演奏になってしまうなぁとこう 自分でね、反省したというか、えー、自分を顧みて、そういうことを気をつけてね、えー、今後やっていこうと思いました。という話でした。はい。えー、こんな感じでこのチャンネルは、パーカッションとパーカッションを愛する人を飲めのために毎日情報を発信しています。他にも動画がたくさんありますので、概要欄再生リストからご覧になってください。また、メンバーシップの制度を使って、このチャンネルのサポーターさも大募集しております。 このチャンネルのパーカッション情報を広めていくぞ、残していくぞという趣旨にご賛同ご支援いただける方いらっしゃいましたらですね、同じく概要欄見ていただいてメンバーシップ入っていただきますと大変嬉しく思いますのでよろしくお願いいたします。また毎週日曜日には YouTube Live 使ってパーカッションのワークショップもやってますので、ぜひチャンネル登録して参加していただければと思います。ということで、また次回の動画で会いましょう。バイバイ。